おはようございます。今日は研修の話です。で、2009年3年ぐらい前から、学習ポイント制というのを導入して、やってきまして、今年度はですね、もう私の手を離れて教育委員会あとよろしくねということでバトンタッチしたつもりがですね、未だに学習ポイントを書く、チャートとかが配られてないということで、もうちょっとこれ手こ入れせんといかんなと思って、もう一度ちょっと復習ですね。で、BSC とも関連しますので、他の施設とか、病院と違うのがですね、私ども研修に何人参加したかとかいうことでなくって、一人一人がですね、アウトプット学習法といって、外部から学んだことを、自分の中で消化して、で、他の人に伝えると、アウトプットすると。で、インプットするときも常にアウトプットすることを考えながらインプットするというね、本を読むにしても外に出て講習に、講演を聞くにしてもですね、そういうことを考えながらやってくださいということをやってます。で、具体的にはですね、一つは、これいろいろ書きましたけどもね、外に出て、いろいろ吸収してくることについても、外に出て吸収してきたことだけでは学習ポイントになりませんよと。外に出て吸収してきたことをちゃんと自分でですね、整理してフリップを作って、朝礼とかでプレゼンをするということで、ポイントにしますと、それを評価しますと、アウトプットを評価しますということを、ここの伝統にしようということでやってきてます。それと、研修のあり方についてもですね、先週も2つ研修がありましたけども、1つはインフルエンザね、インフルエンザの研修から1つは、年1回やってる認知症の専門ケア加算のための研修ということでやりました。で、この研修について、これまでも、参加体験型といってですね、講師が出てきて何か知識情報を、受講する職員に伝達するという一方通行の研修ではなくって、参加体験型をやってくださいと。参加体験型というのは必ず参加した人が自分たちで話し合いながら考えるというね、演習をやったりとか、あるいは、田淵君とか取り組んでもらっているようなこの実技をね、実際に自分たちで体を動かしてやってみるという参加体験型の研修をやってくださいということ で、これはこれで定着してきておりまして、先週も、インフルエンザについてはですね、ある事例を取り上げて、架空事例ですけどね パチンコに行ってインフルエンザを移されたというのはですね、そういう事例を取り上げて どう対応するかというようなことをね、グループで話し合うと。で、金曜日の、認証の研修についても、実際のこれは事例だったんですけどね、その事例に対して、どうすればよかったかということを、紐解きシートを使いながら、グループで考えていくというふうなことで、やっております。で、こういう内部での研修は非常にこの3年間充実してきまして、で、各委員会がですね、それぞれ年間計画をこう立ててやってくれてるわけですよね。やれてないところもあれば、いろいろですけども、今年からはもう一つ、もうワンステップ工夫して、明日以降もやりますけども、なかなか夕方のあの時間帯に集まれる方っていうのは限られてますので、朝礼の短い5分10分の間でも結構ですから、その研修でやったことをもう一度振り返りながら、それを皆さんに、報告していただきたいというふうなことを言ってます。ですから内部研修についてもですね、学習ポイント制の、ですね、書いてますね、研
修に参加した人は1ポイントで、研修を主催した人は2ポイントだったんですけども、でさらに朝礼でもう一度研修の振り返りと皆さんに結果を報告したら3ポイントというふうにですね、まあ、それを習慣化していきたいなというふうに思ってます。であと講師をですね、外でやっていただけるということで、いろいろと外に出て活躍されている方もいます。ヘルパーの、養成の講習をやっている方いますね。で今介護職員の募集をかけてますけども、中途採用でね。で実際ヘルパーで、講師をした、受講生がここで、採用されて仕事を始めるというようなケースもありますので、そういう意味でも二重にですね、外でしっかり講師をやっていただくというのは施設にもプラスになると思うし、自分にとってももう一度自分のですね、介護の知識を整理することにもなるということで、まあ外、まあ、あと地域からですね、呼ばれて、講師をやるというふうなね、そういうこともあると思うし、他にもですね、もう一つ実習指導ですね、外から、これから学生として、実際に、知識技術を身につけようとして現場に入ってこられる方を指導するという立場になる、方々、いろんな看護も介護も、リハも研修、実習指導がありますけどね、実習指導についても、自分はこう実習指導しましたということをきちっと評価されてですね、それを全てをですね、1枚なし2枚のチャートに、自分自身の学習のと成長のプロセスをね、それを見れば1年間振り返れるように、したいなと思っておりまして、まあ、ちなみにこれが去年のやつです。で去年は各委員会のこれをですね、これを黄色いチャートで、一覧にして何月何日にやったと参加したというんですね。で参加した人同士がお互いに承認し合うというね。でそれ以外の、ことについてはこの緑のシート、これ去年一昨年から使ってますけどね、これで、何ポイントというふうなものをやりました。で今年はですね、まだ、これが配られてないんで、ちょっと教育委員会の方々と相談して、もうこれは過去になりますけども、過去に、今年度から実施された研修を一覧にして、参加したしない、ポイントで自分は、企画側に回って朝礼でも報告したとかね、そういうことを記録できるようなチャートを、もう一度作り直してまたお配りして、まだ年度末までありますけども、もう一回4月まで振り返ってですね、自分のこうアウトプットしたですね、学習のポイントをですね、把握していただくと。で、ファイルが必ずあると思いますので、こういう学習ファイルですね、だいぶ分厚く、3年間で分厚くなってますけども、これをもう一度、自分で整備していただきたいと思います。以上です。お帰りか。